じゃあ、せつなけいすきです。やがみライトをやっていきたいと思います。これか。さて、嘘つきだらけやな、この街は。どこだったっけな。カロルの家はここか？あ、おらんで。カロルおらんようになっとる。おらんのか。多分ここの辺の家には誰もおらんと思うやけどな。おったや。おったわ。お前か、名前忘れた。何やったっけ、何やったブレートだ、えブレットかな、あれ何やったっけ、まあいいや。まあ、おあいつ後ろに剣がある、もらっていこうか。大きな剣だ、もらえない。それじゃあ窃盗じゃないか、たけしじゃなくて窃盗じゃないか。ダメだ、レオじゃない、1万のキャラに合ってないもん。さすがにこの辺りの空き家には誰もおらんか。とりあえず一人ずつ話しかけていこうか。そう、ぶん向くな、お前。被害者は血のほとんどが抜かれていたらしい。首の跡は何かの動物の鋭い牙のようなだったとか。完全にヴァンパイアでないか。吸血されてるやん。ああ、こんにちは。こんにちは。なんもないんかい。団長はかなりのんびりとしてるわ。基本的には指示のみで戦う姿も見たことないし。いや、そういう人がさ、突然戦い出したらめちゃくちゃすごい人だって思うよな。そういうパターン多いわ。謎が多い人だわ。あ、ドラゴンか。ドラゴンは戦闘力高いみたいな、そういう補正があるんだろうか、この世界。ここ、狼が出るんだってな。動物って何考えてるかよくわからないから戦いにくいんだよな。団長たちは空を飛べるからいいんですけど、僕たちはドラゴンではないので荒い道ばかりでしたし。翼なかったけどな。さすがドラゴンって感じか。飛べるんやな、一応。とほほ、エフィーナが飛ぶ時も来るんかな。喋ってくれよ。ここ何にもないね。遊びに来てるわけじゃないけど、ほとんどのことは団長と副団長がやってしまうからな。大きな問題がなければ俺たちは今日中に退散かな。カジノとか作ってほしかったよな、この町に。カジノとか。カロルどこ行ったんやろ。これで全部家見たと思うけどな。カロルおらん。あ、ここ見てないわ。おらんし、ここにも。まさかさ、俺の家に侵入しとるとか。ないね。なかったわ。ところで、エフィーナどこに遊びに行っとんだろう。じゃあ、この下かな。いない。カロルどこ行ったん。まさか本当にカロルだったん、昨日の死体は。現場見に行こう、現場。どうした、どうかしたか。こっちのセーフや。俺がさっきどうかどうしたって言うたやん。何か分かったことはあったか、調べたんだろ。ああ、彼女カロルだったわ。診断カロルだったんだ、あれ。そうなんじゃ。カロルディレッタはデレッタは見た限りではナイフに刺されて死んだ。複数箇所、刺し傷があったよ。オーバーキルやな。ただな、血があまり出ていない。というより、血がほとんどなかったな。そりゃそうだろう、血が抜かれたんやけん。なら、その壁にベッドルートついてるのは。ああ、血にはそっくりだが、これは何かの果物の汁だな。あるわ、カロルの家の机の上に果物あったわ。あれやな。あれを犯人が利用したんやな。この少し酸味のある、多分ラブレビーの、ラブレビー、えラブレビー、えあ、えラブベリー、ラブベリーの実じゃないか。ラブベリーでこんなに苦戦するかね、俺。舐めた？そうする方が早いだろ。どことか入っとったらどうすんねん。まあ、入ってないと思うけどな。隊長さんよ、何でも舐めて確かめたりしようとするのはやめた方がいいと思うぜ。いざ毒舐めたら時に危ないしね。んたとえ毒だったとしても、私は。いや、
もういい。狼については？狼か。まだ少ししか調べてないが見当たらないな。あ、そうなんか。というよりは動物の気配を一匹も感じない。いるとしても虫くらいだな。そうか、ありがとう。メモしておくか。メモ帳とか持っとん？ああ、メモ。ああ、こういう感じで出てくるんじゃ。これ前作の作者さんの前の作品のアイスメアにちょっと酷にしとんな。これメモ帳っていうシステムが字はほとんど出てなく、カビなどの字はなんちゃらみたいな。わあ、これ最後の最後に謎解き来るかもしれん。犯人はお前だみたいな。これいつ使うんだろういつ使うんだろう、チェリーキャンディーと紅茶クッキー。赤い見たらわかるわ。お、イベント、もう少し漁ってみるかな。エフィのやつも何か持ってくるだろうしあいつなんかそういうとこがあるんやジグザグマか。持ってくるかな。また見っけ、めちゃくちゃ拾ってるやん。人が増えると嘘も増える、不思議。クッキーもだもらったし、物理でも殴る。ほっ、この子なりの遊びやな。これは嘘つき遊び。イエース、パク。おいし、おいしい。ちっちゃいけど、何をしようかな。本を読もうかな。文字を読む練習しなきゃ。その前に戦おうぜ。ちゃんと仕事してる。絶対嘘だお前ちゃんと仕事してるって自分から言うやつって大体仕事してないんよ。あ、なんかレベル上がったね。なんか覚えたんかな。覚えたとして何があるかっつう話やけどね。なんもないか特に。あ、解除した。OK。まあ、匠に何もないんかな。お嬢ちゃん、お嬢ちゃん。同じことか、喋るんは。どうすればいいかな。あ、まだ嘘おる。昨日三人、昨日三人倒した。昨日三人倒した。何の話だい？ちょっと一回本当って言ってみます。何もないんじゃ。じゃあ嘘って言って戦うしかないでしょうが。戦いますよ。HP めっちゃ少ないんだってる。おやつタイム、チェリーキャンデー。よし、これでいこう。ああいう話があったっけんな、あれ。1万が言おったっけ。まだデフィオールは倒しとこう。わーい、わーい、嘘は美味しい、ごちそうさん。よし、食らいつくせ、食らいつくせ、どんどん食らいつくせ。あ、こいつ耐久度がちょっとだけ高いな、他のより。あ、ちょっとだけ強いぞこいつ。あぶない。遠吠えを習得、レベル上がった。遠吠えとかある、なんかに使えるんかな。クッキーも美味しいよ。とりあえず1万と合流したいな。おらんな。わーいわーい。おっと、ミーティング中だな。お邪魔しまーす。マーク、何、あなたも食べたいな。食べたーい。でもね、じらすなよ。いいわよ。じゃあそれなりの情報を出してくれたらね。情報？取引よ、取引。ひき肉か、ひき肉。こっちが出すんだから、あなたも出さなきゃ。何がいい？何の情報があるんだこれは。そうね、あ、じゃああいつでかい方の弱点教えてよ。弱点？一番の弱点、お酒に弱いよ。すぐヘナヘナなるもん。お酒意外と弱いんじゃ。一番意外、めっちゃ意外。まあ、その前にお酒飲まなそうだと思ったけどさ。おお、あとね、辛い食べ物はあんまり好きじゃないって言ってた。
敵に死を送ってる。エフィーナちゃん敵に死を送りまくってるやん。なるほど。あと嘘ばっかりつく。それは知ってる。それは知ってるわ。つまりどうにかしてあいつを呼び出し、どうにかしてお酒と辛いものを食べさせれば勝てる。本当だ、お姉さん頭いいね。この二人バカだな。これ報酬のクッキーよ。礼を言うわ。わーい。こいつらバカだなって顔で見よるよ。幼い子供と同レベルだとは。勉強の量を増やさなければ、まあ、勉強がどうこうとかの前の話だと思うな。もう脳内の作りが悪い。お嬢様、続けてそんなに食べるのは。話聞いてます。大変だな、執事するんも。何もない。適当に動きも言ったらまたイベント始まるかな。あの団長じゃないわ、団長じゃない、副団長の方。あ、あれ副団長、あ、こっちか。副団長、副団長、副団長。いや、やっぱり話さんのか、こいつは。子供好きかとは思った。子供好きではなかった。じゃあカロルじゃないわ、キースのところ行こう。キース、キース、お散歩ですか。はい。そうですか。あまり遅くまでフラフラしないようにしてくださいね。それは1万にあるかどうか次第やけん。多分この子とはエフィーナとは話してくれるんじゃないかな。うわー、寝る気満々じゃねえか。話してくれん、クソ野郎。話しようぜ。まだ、今日は長い、朝は長い、昼は長いぞって。はあ、現場におるんかな。1万。おう、おや、ここは危ないぞ。遊ぶなら他のところにした方がいい。あ、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、麻雀一緒にしません？麻雀したいです。エフィーナ、麻雀したい、麻雀するアイテム探してるよ。麻雀、麻雀。麻雀のルール知らんの？今頃、今の時代で麻雀のルール知らんとか、マジねえし。おらんな。どこ行ったん？おらんかったよな。どういうこっちゃ。あ、寝ろってことかな、これ。もしかして前みたいに寝たら進展するとか、そういうパターンのやつかな。セーブとこ。エース、休む。これで何かが起きたらいいんやけどな。 HP 回復してるだけかもしれないかな。お、ビーンバーバーバカモン、ベムフィア。あ、そうか、なんか言葉読む練習しようとか言おったな。そうだった、そうだった。違うな、バンペア、バー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 ムフィア。やっぱりやめた、全然読めない。や、あれ、どうした？写真？少しボロボロ。男の人と男の子と女の子。裏に何か愛書いてある。ああ、読めない。持って行ってもいいのかな。パパは手にした時点でそれは俺のものって言ってた。だから持って行っておー。いいよエフィ、そういう感じで行こうぜ。本は飽きちゃった、別のとこ行こうかな。よっしゃ、進展したわ。これで多分おるんかな、どっかに。なんかが変わっとるはずないような、どっか。どっかっていうのがどこかやな、とは。ピュー！お、そういうことか、こいつに読んでもらおうや。ねえ、それ読んでるの、なんて書いてあるの？うん？君はまだ字が読めないのか。うん、頑張ってるけど、全然。そうか、僕が少し教えてあげようか。やっぱこいつ子供好きやん。やったぜ。遠慮するとか言わないの。うん、じゃあどれから。これがタウン、タウン、
正解だ。そしてこれはラムベリー。ラムベリー、ふふ、間違いだぞ。ああ、焦らなくても大丈夫さ。ゆっくりと覚えていけばいい。うん、一緒だね。ふふ、幸せそうだな。安心した。え？おお、何なんだろう。え、結局ちょっとこれの話は、写真の話は、写真の話は呼んでくれるんじゃないんや。呼んでくれるんちゃうんかよ。何それ、騙してきやがった。じゃあ今回はこの辺で、まあ次のあたりでまあ1万で合流して呼んでもらうか。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け、ふぅ、やっとが変わった。じゃあ早く帰ってパソコンする。